ワジリスタン紛争。ワジリスタン紛争は、有志連合諸国のアフガニスタン侵攻以降に、パキスタン北西部のワズイーリスターン、ワジリスタンを含む、連邦直轄部族地域及び北辺境州、現、カイバルパクトゥンクワ州や、アフガニスタンパキスタン国境のデュアランドライン地帯で、発生した、パキスタン政府及びアメリカが衆国をはじめとする、普及の自由作参加の有志連合諸国と、 バジリスタンに潜伏するターリバーンや、アルカアイダや、それを支持する、現地部族勢力のパキスタンターリバーン運動等との、戦いの総称。パキスタン北西部のワズイーリスターンは、連邦直轄部族地域、トライバルエリアに含まれており、パシュトゥン部島を中心とする伝統的な部族勢力の、統治下にあったため、パキスタン政府の影響力は、限定的にしか及ばなかった。また。 パキスタンとアフガニスタンの国境地帯にあるこの険しい山岳地帯はアフガニスタン紛争でソ連軍と戦うチャーヒディーンの格好の根拠地となった2001年のアメリカ同時多発テロ事件をきっかけとしてアメリカを中心とした有志連合諸国及び北部同盟がある間をかくまうアフガニスタンのタリバーン政権をアフガニスタン紛により転覆させると 連邦直轄部族地域を中心としたパキスタンとアフガニスタンの国境地帯はタリバン残党勢力やアルカーイダの格好の潜伏場所となった。2001年12月、アフガニスタンパキスタン国境地域のアフガニスタン側でアルカーイダ相当作戦を行っていた米軍に、こうする形でパキスタン側に逃れてきたアルカーイダを待ち受けるべく、 パキスタン軍は独立以来初めて部族地域に進駐した。パキスタン軍は部族勢力と協議してこの地域からタリバーンやアルカイダなどの武装勢力の追放を図ったが、いくつものミスが重なり交渉は失敗した。2003年12月にはパルベーズムシャラフ大統領を狙った暗殺未遂事件が発生し、部族勢力及び武装勢力と パキスタン政府の対立は明らかにいった。2004年頃からアフガニスタンから逃れてきたタリバーンの影響を受け、部族地域でイスラム原理主義思想を持ち、過激化した武装勢力アフガニスタンのタリバーンと同じよう、タリバーンを名乗るため、両者を区別し、ローカルタリバーンあるいはパキスタンタリバーンと呼ばれるが対等してくるようになった。 2004年3月16日の中心地にアルカアイラのカンブアイマンザワーヒリーが潜伏している情報を察知したパキスタン軍は罠を攻撃しタリバーンの間で激しい戦闘が起こった罠戦い。2004年4月パキスタン政府は南ワジリスタンの3つの武装勢力と和平協定を結んだ。しかしこれらの協定は戦闘の停止には結びつかず6月には アメリカ軍が攻撃に参加し、ヘルファイアミサイルでアルカアイダとタリバームの訓練キャンプを運営するを殺害している。ネクの勢力はバイトラー・マフスードが引き継ぎ、戦闘を続けた。2005年5月4日、パキスタン軍はペシャー・ワルの北にあるマルダーンでアルカアイダのナンバー3郎を逮捕した。2003年にハリド・シェイク・モハメドが逮捕されて、以降はアブー・ファラジュア、 イコールリービーがナンバー3の地位を引き継いでいた。CIA は同月中にアブー・ファラジュアイコールリービーの有力後継候補のハイサム・アル・イエメニを無人攻撃により殺害した。2005年12月、CIA は新たなナンバー3となったアブハム・ザラビアを無人攻撃機により爆殺した。2006年1月13日、アメリカ軍は アフガニスタイ国境に隣接するのへの空爆を開始した。6月21日、ワズイイリスターンにおけるスイーラジュッティンハッカーニー率いる武装集団はパキスタン軍と戦うのはタリバーンの意思ではないと声明した。しかし、その後もワズイイリスターンやパキスタン国内での自爆テロが続いた。9月5日、パキスタン政府との部族勢力の間で以下のような 和平協定が結ばれた、ワジリスタン合意。10月30日、パキスタン軍は、バージャールパンクを空襲し、マドラサ、イスラム神学校を破壊した。これが、翌年のパキスタン・ターリバーン運動の発足の契機となる。2007年3月、バージャールにおける、ターリバーンの指導者ファクリ・モハンマドとパキスタンの間で、和平協定が結ばれた。しかし、 この頃からアルカイダとつながりのある、ウズベク人系、イスラーム原理主義組織ウズベキスタンイスラム運動が、ワズイーリスタンに侵入し、政府派の部族との間に衝突が起きた。4月2日には、地元部族の長老会議によって、外国人過激派に対するジハードが宣言され、戦闘は、さらに激しくなった。2007年1月からイスラマバードにあるラール。 マスジットというモースクに、新学生らが立てこもり、政府に対し、イスラム法の厳格な適用などを要求した。立てこもった、新学生らと、治安当局との間で睨み合いとなり、膠着状態が続いていたが、7月3日に、ムシャラーフ大統領は、制圧作戦を開始し、7月12日に制圧された。多くの新学生らは投稿の呼びかけに応じたが、 最後まで抵抗を続けた者もおり、死者は102人に達した。ラール・マスジットの新学生の多くは、部族地域出身であり、タリバーンの関係者らも含まれていたという。そのため、ラール・マスジット事件後に、その報復とみられる、治安部隊を狙った自爆テロが相次いだ。7月15日には、タリバーンは北ワジリスタンは平行為破棄を宣言し、戦闘が再開されることとなった。 10月25日から12月8日が始まる。11月3日、ムシャラフ大統領は全土に非常事態宣言を発令し、憲法は停止された。12月15日に非常事態は解除されたが、ムシャラフ大統領の再選問題に絡む統制であるという声が溢れ、反発は強まった。さらに12月27日にはパキスタン、人民党党首、ベーナズ・イールブッドが暗殺され、 ハンムシャラフ勢力と政府側の衝突はより激しくなった。12月、ターリバーンを支持するパキスタン人武装勢力を統合する目的で、パキスタン国内の13のターリバーン系組織が合体してパキスタンターリバーン運動が発足した。最高指導者はバイトラー・マフスード。2008年1月、アメリカ軍は、 アルカアイダの序列3位で報道官権ゲリラ戦の専門家のアブーライスアイコールリービーを無人攻撃機によって爆殺した。2月7日、パキスタンターリバーン運動指導者のバイトゥラー、マフスードによって和平が提案され、5月21日にパキスタン軍はから徐々に撤退して捕虜を返還する代わりに、 武装勢力は自爆テロを中止して訓練キャンプを閉鎖するという合意が行われた。しかしなおも衝突は止まず、和平は実現しなかった。9月初め、政府支持の部族勢力は、タリバーンと戦うことを宣言し、3万人の部隊を組織した。8月18日、ムシャラフ大統領は退陣し、仏党の夫であったアースイフ、アリー・ザルーリーが新大統領となった。 大統領交代後、アメリカ軍は連邦直轄地域での攻撃を強化していた。9月23日にはイスラーマーバードのマリオットホテルが爆弾テイロ攻撃を受け、70名が死亡した。このテロ攻撃への報復として、パキスタン軍とアメリカ軍は共同してバージャウル観を行し、1000人以上の武装勢力を殺害した。 10月頃から過激派勢力はアフガニスタンに向かう、NATO や国際連合世界食糧計画の輸送隊を攻撃し始めた。国境地帯の要所であるカイバル峠は激しい戦いの場となった。2009年2月3日、NATO はカイバル峠の補給ルートを切断し、別ルートからの輸送に切り替えた。2月16日、パキスタン北西辺境州政府は、 同州のターリバーンとの間で和平協定を結んだ。協定では同地域からのパキスタン国軍の撤退及びイスラーム法、シャリーヤの導入などで合意。事実上、マラカンドとスワートにおいてターリバーンによるイスラーム法導入を認め。この協定は欧米諸国やアフガニスタン、インドなど周辺諸国を含め過激派に降伏したとして国際的な非難を浴びた。 ターリバーンは同地域でシャリアに乗っ取った独自の統治を開始し、男性の髭を剃ることを禁じ、ベールの着用の強制、女子の教育を禁じて女子校を破壊した。イスラーム法に違反したとされる者は、ターリバーンのメンバーにより、鞭打ちや残首などの死刑を受けた。ターリバーンはイスラーム法地域を拡大し、周辺のにまで支配域を拡大した。 4月20日、スワート地区の中心都市で、テフリー・ケナファーゼ・シャリーアテ・ムハンマディー、TNSM の指導者スーフィ・ムハンマドが、支持者に説教を行い、民主主義がイスラームに反するとし、今後、裁判官、弁護士、政府派のウラマー協会などは、反逆者だと語り、4月23日までに、すべての政府から派遣された、裁判官は、同地域から出ていくよう警告し、 出ていかない場合は、実力行使に出ることを表明した。またターリバーンは、州政府と合意されたからの撤退に応じず、拠点を築いていた。4月22日、ターリバーンはに隣接するを無抵抗で制圧し、首都イスラーマーバードに迫る勢いで、勢力圏を広げた。26日から、パキスタン軍は、ブネール地区とに対する攻撃を開始した。28日、 パキスタン軍は、ビール地区を制圧したと発表した。これに対し、ターリーバーンは5月4日、攻勢を開始して、スワート地区を攻撃した。同地区、ミンゴラの警察署、発電所、検問を襲撃して、商業地域や主要道路を占拠。銃撃戦で、治安部隊員2名が死亡している。これにより、停戦は事実上崩壊した。 パキスタン軍主席報道官のアサル・アッパース少将によると8日のスワート地区での戦闘で武器保管庫や訓練キャンプに対する攻撃により過激派140人が死亡、パキスタン軍も兵士2人が死亡したと発表した。また、ブネイル・ローアディール領地区での戦闘で31人の過激派を殺害、兵士3人が死亡したと述べた。一方で、ターリバーンが 一般市民を人間の盾として利用しており、戦闘地域からの避難を妨害しているとした。ミンゴラでは避難民の列にターリバーンが迫撃砲を撃ち込んだと難民の一人が証言した。また、地元の少年らを拉致して自爆テロ要因にするためにに連行した可能性があるという。5月16日から7月15日が始まる。5月27日。 ラーホールで自爆テロが発生。30人が死亡した。翌28日にも、北西辺境州で3件のテロがあり、14人が死亡。攻撃を続ける、パキスタン政府に対する報復テロとみられる。5月30日、パキスタン軍のアサル・アッバース報道官は、同軍が、スワート地区の最大都市ミンゴラを、タリバーンから奪還しと発表した。ただし、ミンゴラ周辺ではまだ、 散発的な戦闘が続いているとしている。これまでの戦闘で多くの難民が発生しており、約200万人がスワート地区から脱出。16万人が難民キャンプで劣悪な生活を強いられており、国連は人道上の危機が起こることを懸念している。8月6日、パキスタン情報当局は、パキスタンターリバーン運動の指導者のバイトゥラー、マフスードが、 アメリカの無人偵察機による空爆で死亡したと発表した。パキスタン・ターリバーン運動の幹部のカファヤート・ウッダーもマフスードの死亡を確認した。後任の指導者にはマフスードの親戚であるハキーム・ウッダー・マフスードが選ばれた。10月19日、パキスタン軍は南ワズイーリスタン地区に軍部隊を進行させ、空軍による空爆を含む大規模なターリバーン及び、 イスラーム過激派総統作戦を開始。これまでに過激派90人を殺害。パキスタン軍兵士も13人が戦死した。南、ワズイイリスターンには28万の過激派組織の戦闘員がいるとされ、1万人のタリバーン兵と1000人のウズベク人、アラブ人戦闘員で構成されているとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。